ロシア南部ベルゴロド州でウクライナ軍が集合住宅と弾薬庫を砲撃したという情報が入ってきたよ。ウクライナ軍の砲撃とロシアは言っているが、ロシア軍の出来の悪い砲弾が発射方向を誤って自国領内に着弾したのかもしれないよね。ロシアならそんな間抜けな事故も起きそうだよね。さて今回は、このベルゴロド州の弾薬庫と集合住宅への砲撃について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。10月13日、ロシア南部のウクライナ国境に近いベルゴロド州で、ウクライナ軍の砲撃によって弾薬庫で火災が発生、集合住宅などが損壊したと同州のグラトコフ知事がメッセージアプリのテレグラム上にアップしたよ。そのメッセージにはウクライナ軍がベルゴロドを砲撃し、ググキン通りの集合住宅が被害を受けたとあり、攻撃を受けたのはベルゴロド市近郊のクラスノエという集落の学校の校庭付近と言われていたけど、幸いなことに学生たちは自宅でオンライン授業中だったので死傷者はいなかったみたい。知事はその後もテレグラムへの投稿を続けていて、ベルゴロド州内の弾薬庫がウクライナの砲撃によって爆発し、火災が発生したという情報を発信しているね。こちらも村民は避難していたので、死傷者は出なかったらしいな。この知事は以前からテレグラムにベルゴロドがウクライナ軍の砲撃を受けていると何回も投稿していて、数日前にはウクライナ軍が電力施設を砲撃したため、一時的に停電し、2000人に影響が出たと投稿しているが、ウクライナ側はこの投稿について関与を全面的に否定しているよ。ウクライナの砲撃にせよ、ロシアのプロパガンダにせよ、死傷者が出なかったことは幸いだよね。一方のウクライナのポドリャク大統領府顧問はベルゴロド州知事の主張を否定すると同時に、ロシア軍はウクライナ第2の都市ハルキウを砲撃しようとしたが、何らかの不具合のため失敗したのだろうという見解を示したんだけど、こちらに関しても今のところ詳しいことは伝わっていないんだ。地理的にもベルゴロド市とハルキウ市との距離は国境を挟んで 60km ほどで、ウクライナ側の国境付近からならば、高機動ロケット砲システムハイマースを使用しなくても、榴弾砲による通常砲弾でも砲撃可能と見られているよ。しかし東部戦線のウクライナ軍は、報道の通りハルキウ州奪還後、ルハンシク州のスパトボ方面やバフムートの攻防戦に兵力を集中していて、このベルゴロドはドンバス地方のロシア軍補給線から外れてしまった形になっているから、その地域をあえて砲撃する理由はないという指摘もあるみたい。つまり、実はロシアによる自作自演の偽旗作戦ではないのかという見方が広がりつつあるってことか。またネットの掲示板や SNS などでは、ベルゴロドが炎上している映像や画像にこれが本当にベルゴロドの様子だったら、砲撃のせいだとするには火災が小規模であるという指摘もあり、やはりロシアの自作自演かパルチザン的活動、もしくはロシア国内のプーチン政権に反対する勢力によるものではないかという推測も出ているらしいね。東部戦線では、ウクライナ軍が電撃的にハルキウ州ほぼ全土を奪還した後、ルハンシク州のスバトボ方面、ドネツク州の北部リマンを奪還後、スラビャンスクやクラマトルスクを拠点にドネツク州北部の要衝バフムートまで進んで、ルハンシク南部のリシチャンシクやセベロドネツクの奪還を伺う動きを見せていたよ。しかし、以前からロシア軍はドネツク州の完全制圧を目指して、スラビャンスクとクラマトルスクの制圧を第一目的としているので、道筋のバフムート近郊で両軍の激戦が展開されていて、ゼレンスキー大統領が10月8日のビデオ演説でドンバス地方の我が軍はバフムート方面で陣地を維持しているが、厳しい戦闘となっているといったことで一進一退の攻防が続いている事実が明らかになったんだ。そういった状況下で、13日には東部ドンバス地方の新ロシア派武装勢力が、バフムート近郊の2つの集落を掌握したと発表していて、ウクライナ軍が優勢と見られている中で、ロシア側が唯一支配ここで地域を広げたということになるね。テレグラムに投稿された内容だけど、新ロシア派武装勢力はロシア軍の支援を受けたドネツク人民共和国と、ルガンスク人民共和国の合同部隊が2集落を解放したとのことで、ロシア正規軍とは全く違って、士気の高い新ロシア派武装勢力がウクライナ軍の反攻を食い止めているという見方をしているよ。
また、この地域にはプーチンの私兵とも呼ばれるロシアの民間軍事組織ワグネルの部隊も配備されていて、前述のドネツク人民共和国などへ支援をしているロシア軍とはワグネルのことを指しているのではないかという指摘もあるようだな。その一方、肝心のドンバス地方のロシア正規軍は敗退を続けているらしく、仮に親ロシア派武装勢力やワグネルがバフムートを制圧できたとしても、さほど時間を置かずにウクライナ軍に包囲され、補給路を断たれる可能性も高いと推理されているぜ。何度も言うけど、周辺にいるロシア正規軍の士気は乏しく、兵力も少ないことを無視できない。つまりロシア正規軍が士気の高い新ロシア派武装勢力の足を引っ張りかねないってわけ。西側のメディアや軍事ジャーナリストなどもバフムートにこだわるとロシアは、新ロシア派武装勢力や民間軍事組織など戦意の高い貴重な兵力を失ってしまうことにもなりかねないという推測を公言しているよ。旧ソ連の構成国であったウクライナには旧ソ連に愛席を抱いている人も多く、その思いが高じて、ウクライナから独立してロシアに入りたいと願うエネルギーになったんだろうね。新ロシア派勢力は東部や南部をウクライナ軍に奪還されれば彼らが言うところの祖国を失うことになるわけだし、反ウクライナの士気は高いと思うよ。実のところ、現在のロシア軍の中では彼らが最も手強い存在と言われているみたいだしね。南部ヘルソン州では東部は違って、国家の樹立宣言を出すほど新ロシア派の力は強くないし、戦力もほとんどないから、ウクライナ軍の反攻を防ぎきれず敗走を続けるロシア軍への不満が溜まっているらしいと聞くよ。ヘルソン州の新ロシア派幹部で副知事を自称しているストレモウソフ氏は6日、通信アプリテレグラムにビデオメッセージを投稿し、ロシア軍への不満をぶちまけているみたい。投稿の中ではロシア軍の敗走が続いていることについて多くの人が、もし自分がこの状況下で国防省だったら、自殺してもおかしくないと言っていると述べ、ロシアのショイグ国防省の責任を追及しているんだって。国防省以下、ロシア軍中枢への責任追及に関しては他国にも動きがあり、ロシア連邦南部のチェチェン共和国はウクライナ戦線に私兵部隊を派遣しているんだけど、カディロフ首長も東部戦線のロシア軍戦略の稚拙さを批判し、私がロシアの国防省なら、無能な司令官の恥を拭わせるためライフルを与えて最前線に送り出すだろうという発言をして強く批判しているよ。アメリカのシンクタンク戦争研究所の発表だけど、2月24日に始まったウクライナ侵略は首都キーウ攻略失敗などの軍事作戦の失敗や、ロシア国内では部分的動員令への批判が高まっていることなどを受けて、プーチン大統領は国防省にそれらの責任を負わせて自身への追及を避けようとしている可能性があると指摘していて、その上で、プーチンは国防省をこれからもスケープゴートとして使うため、現時点ではショイグ国防省の解任を引き延ばし、いざとなったら全ての責任を押し付けて解任するつもりだろうという分析を提示しているね。このように、一緒に戦う仲間からも呆れられるほどの集大を晒しているロシア軍は、戦況を挽回するため、なりふり構わぬ動員によって戦力補強は続けているが、ろくに訓練を受けられず、命のやり取りをする前線に出された動員兵の悲惨な状況が続々と伝えられてきているな。前線のウクライナ軍兵士などの声を聞くと、戦意のないロシア人にはこの戦いは耐えられないだろうと推測されているから、そういった動員兵が多い部隊は軍隊として全く機能していないと言えるんじゃないかな。また、ウクライナ軍兵士からすれば、新しく動員された兵士は簡単に見分けることができるらしく、訓練を満足に受けていない兵士たちは銃撃や砲撃から身を隠す方法を知らず立ち往生したり、恐怖のあまり固まって移動してしまうので、たやすく狙い撃ちできるんだって。ウクライナ軍の前に約500人ものロシア軍部隊が出現したのですが、行動は明らかに新人のものだったので、攻撃すると全員が戦おうとせず、すぐさま逃げたというエピソードもあるらしいな。その場しのぎでは到底役に立たないんだし、特に命がけの戦場では厳しい訓練が必須だと思うな。ロシア軍の士気が低いことはかなり前から指摘されていて、その事実を受けてウクライナ国防省はロシア兵向けに行きたいと名付けられた投稿用ホットラインを先月開設しているんだけど、
このホットラインはロシアが部分的動員令を発令後から相談件数が大幅に増加したとみられ、ロシア軍の崩壊がいよいよ現実味を帯びてきていると思われるよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。